現代から100年近く遡った1920年代当時、日本では言論や宗教に対する弾圧が凄まじく、仏教やキリスト教といった既存の宗教団体は活動するための特権と引き換えに国家への奉仕が条件付けられていました。そこで一人の青年は他の宗教団体とは一線を画す新たな宗教団体を設立するのですが、彼らは現代人から見ても到底理解に及ばない異質なテリスト集団として歴史に名を残します。はい、ということで今回は命を捨てる青年たちの信仰や不気味な布教活動、警察が頭を抱えた餓死修行など戦前の日本に実在した宗教団体死能団についてご紹介していきたいと思います。では行く。カルトの前身。1927年東京都大田区を拠点に日蓮会という宗教団体が創設されました。創設者である江川王道は22歳という若さでありながら、当時の宗教団体のあり方に反発したことで、仏教宗派の一つである日蓮聖人の教えに忠実な団体として日蓮会を形成しています。そして日蓮主義を掲げて他の宗教団体のありさまを罵るような布教活動を行った結果、最盛期には1000人近くもの会員が集まっています。しかし日蓮会が創設5年目を迎えた1932年、日蓮会の会館に一人の女が入り浸ったことで組織に混乱が生じます。女は名手の江川に惚れていたのか、会館に訪れては説法そっちのけで執拗に江川を連れ出そうとしたそうで、会員たちは女が江川を手玉に取ろうとしているのではないかなどと噂しています。そこで江川は女を諭すために相手の自宅を訪れているのですが、この時女と愛人関係にあった男から恨みを買ったことで江川及び会員への脅迫や嫌がらせが相次ぎました。こうして嫌がらせに耐えかねた会員や江川の不祥事を信じて失望した会員たちが次々と日蓮会を脱会しています。しかし翌年には江川に忠実な日蓮会の若者たちが日蓮会青年部を結成し、江川と共に活動することを表明しました。そして不釈神明、すなわち仏のために命を惜しまないという仏教用語をもとに、仏ではなく理想を実現するために命を惜しまないという理念を掲げるのですが、彼らは後に異質なテリストとして全国に衝撃を与えることになります。思想と拷問。日蓮会青年部の結成当初、会員たちは江川と共にスローガンを掲げています。その内容とは、我が祖国のために死のう、我が主義のために死のう、我が宗教のために死のう、我が名手のために死のう、我が同志のために死のうというもので、陶酔しきった会員たちは何度も死のう死のうと繰り返すようになります。そして結成翌月には、宗教のために命を捨てることを意味する殉教という言葉を用いて、団体の名称を日蓮会殉教宗青年党に改めました。また半年後には全国を回りながら説法をする殉教千里行を行うために、男女28人の党員が黒い袴に白い羽織、頭には鉢巻きを巻いて木の棒を片手に死のう死のうと叫びながら行進しているのですが、即座に通報されたことで私服警官が尾行しています。こうして党員たちは1日を終えて神奈川県逗子市内の山中で野宿の準備をしていたところ、日本の秘密警察こと特別高等警察、通称特攻に拘束されたことで2台のバスに分乗し警察署に連行されました。ちなみに当時の日本には治安警察法及び治安維持法という政治弾圧法が存在していたため、共通の目的のために集まる集会や結社をはじめ言論の自由が制限されていたほか、国家の体制すなわち天皇中心の体制や私有財産制度を批判する人々は思想犯として取り締まりの対象となっていました。しかし当時特攻に連行された青年党員らは深刻に受け止めようとはせず、すぐに釈放されると思っていたそうです。ところが逮捕の前年となる1932年には、結明団事件と呼ばれる政治家をターゲットにした連続暗殺事件や、武装した青年将校が当時の内閣総理大臣であった犬飼剛を殺害した515事件が発生した影響から、神奈川県警は青年党員らをテリストと判断し、日蓮会の会館をはじめ20件もの家宅捜索を行いました。そこで青年党員らの逮捕を知った名手の江川は大田区内の警察署に出頭し、取り調べでは説法を行うことで青年たちの活動を理解させようとしているのですが、思い通りにはならなかったようです。一方拘束された党員らは取り調べに対し知らぬ存ぜぬの一点張りで押し通したため、対応していた警官は手計画を認めさせるために殴る蹴る
タバコの火を押し当てる、髪の毛を引っ張る、また女性の当院には性的暴行を加えるといった拷問を繰り返しました。そして間もなくして3人の当院が転校、すなわち自身の思想の放棄を制約したことで釈放されています。また逮捕の翌月には他の当院たちも続々と釈放されるのですが、江川と4人の当院は遊郭徘徊という虚偽の容疑で送検されました。そして江川ら5人は捜査が進展しなかったことを理由に1ヶ月ほどで釈放されているのですが、当時のマスコミは青年党を単なる宗教団体ではなく手集団や邪教として取り上げ、彼らを死能団と称しています。また青年党員たちは手計画を企てていなかったにもかかわらず、政治家や宗教家の殺害および仏教寺院や山の焼き打ちを図ろうとしていた、名手の江川は女性信者の金銭および肉体を搾取しているなどと好き勝手に報じられたことで、青年党からは脱党者が続出し50人程度の規模に縮小されています。そこで江川は自分たちに濡れ衣を着せようとした特攻課長を不法監禁の罪で告訴しました。すると警察側はマスコミに対して事実無根を主張する一方で、江川に対し告訴の取り下げを依頼しています。この時江川が告訴の取り下げを拒否したところ、日蓮会の会館には連日取り下げを求める謎の人物が現れました。また警視庁が会館に警察を送り込んだことで連日監視の対象となり、最終的には警察部長が直接交渉に乗り出しているのですが、この時江川は告訴状を取り下げていません。そうした中、江川らが逮捕された事件について最初の報告書を書いた特攻主任が、事件の責任を取るために鎌倉の山中で滑覆自決を遂げたことで、国会では不当逮捕や警察の拷問が問題視されました。すると警視庁は青年党の党員全員を監視するようになり、会館に近づく人々には必要な職務質問を繰り返すようになりました。一方江川らは自分たちを不当監禁した警察と法廷で争う姿勢を貫いたものの、報告が棄却されたことで本当の死能団として争うことを決意しました。逃走。不当な逮捕から3年が経過した1936年6月、江川と青年党に残った党員たちはついに会館に常駐する警官を排除します。そして餓死殉教の行と称して会館に立てこもると、お経を唱え写経や製本をしながら、食事はわずかな塩と飴玉のみで過ごしました。また江川たちは外部に抗議する手段として集団自決を主張し、8000人分の生産狩りを用意していたほか、集団自決を決行した場合の引き取り人として江川の兄を指名しています。そして外部からの侵入があった場合は即座に決行すると宣言しているのですが、江川にとって自決宣言はあくまでも逃走手段の一つであったことから、過酷な状況下に耐えかねた党員が自決を望んだ際には死んではならないと制したそうです。ところが立てこもりから2ヶ月ほどが経過したある日、江川たちの遺体の引き取り人であった江川の兄が死亡したことで餓死巡業の行は中断されています。この時党員の数は十数名ほどに減少したそうで、残された党員たちは立てこもり生活からの解放に安心したかと思いきや、名手の江川よりも強く死を望むようになります。そして立てこもりの中断から半年が経過した1937年2月、党員5人が江川に自決の嘆願書を提出したところ、江川はまだその時期ではない、残された関係者たちが自決を幇助した罪に問われると組織が崩壊するなどと説明し、命に危険がない程度に腹部を切るだけで留めておくよう説得しました。しかし5人の党員は江川の言葉に納得がいかなかったようで、数日後には一般人を巻き込む大騒動に発展しました。連続切腹事件。1937年2月17日正午過ぎ、東京都内では江川に自決の嘆願書を出した5人の党員がそれぞれの目的地に向かいました。そして現在でいう皇居外苑、国会議事堂、首相官邸、警視庁、内務省の5カ所で死のうと絶叫しながら自らの腹部を切っています。この時党員たちは江川からのアドバイス通り、死なない程度に担当で腹部をかき切っているため全員命に別状はなかったのですが、搬送先の病院では傷を負いながらも満足げな表情を浮かべていたことから、当時のマスコミは再び現れた死能団を不気味な存在として報じています。また騒動が起こった当日には日蓮会の別の信者が歌舞伎座の客席や銀座、品川など都内各地で死
死のうと叫びながらビラを撒いたことで警視庁から身柄を拘束されています。この時江川が警視庁に出頭して謝罪の言葉を述べるとすぐに釈放されているのですが、その後の江川は当時不治の病とされていた結核を患ったことでみるみるうちに衰弱していきました。そして死のう団の切腹騒動から1年が経過した1938年3月に江川は33歳でこの世を去りました。そうした中、江川が他界する直前に江川の死を悟った女性党員が青酸カリを服用して帰らぬ人となっています。また江川が亡くなった当日には連続切腹事件に関与した5人の党員のうち1人が江川の親族の自宅で青酸カリを服用した末に切腹で死亡したほか、死後5日後には日蓮会の女性信者2人が殺素剤を飲み込んだことで死亡しています。そして3ヶ月後には連続切腹事件に関与した党員のうちもう1人が千葉県内から出発する定期船に乗り込み、船のデッキ部分に立ち上がると死のうと叫びながらビラを撒いて海の中に飛び込んでいるのですが、遺体は発見されていません。こうして江川の死によって少なくとも4人の死者が確認されているのですが、最後の男が海に飛び込んだ翌月には日蓮会の会館が取り壊されたことで組織は11年の活動に幕を閉じています。そんな死のう団による事件は515事件や226事件、新兵隊事件と並んで当時の4大事件として挙げられているのですが、他の事件が暴力的な手段を用いた一方で死のう団だけが自分に対して矛先を向けていたことから、一部では政治的な抗議で用いられる焼身自決にも通じていると言われています。しかし信仰心の強さから死に囚われ続けた彼らは現代でもカルト教団として認識されており、決して再来してはいけない事例として語り継がれています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て新たな歴史を知ったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、ケンジャーです。キリンさん的に男女の友情は成立しますか、ということでありがとうございます。僕的には成立するかなって気がしてますね。まあ、なぜかというと、なんか僕側の問題かなと思ってて、僕はですね、まあ恋愛対象外って思った場合ですね、そっから恋愛対象に切り替わったことが一回も今までないし、まあ切り替わらないんじゃないかなって気がしてるので、なんかその辺の自信があるので問題ないかなって思ってますね。問題ないかなというか、まあ成立するかなって、まあだから相手次第みたいな、相手が男女の友情成立しないタイプだったら、まあなんかそれでうまくいかない可能性あるんですけど、まあ相手側も男女成立する、ね、男女の友情成立するタイプだったら、まあありえなくはないかなっていう感じですかね。まあでもまあそういうのってどっちかが恋愛感情持っていがちだったりするので、なかなか難しいところではあると思うんですが、はい、まあありえるんじゃないかなと思います。